関山寺は、中国チャンス省蘇州市住ケル国にある、臨済州の仏教寺院。蘇州の旧市街から西に約5キロメートル、蘇州駅南南西3キロメートルの土地にあり、関山修徳の古事で名高い、風郷路に面しており、東代の詩人、蝶次が読んだ漢詩、風教をよ夜白の石碑があることでも知られる。 関山寺境内配置図関山寺は南北朝時代の寮の転換年間、武帝の時代に妙理広院当院として創建されたとされる。関山寺という現在の寺名は、当代の上段年間に風教の人関山がこの地で草案を結んだという伝承にちなむとされる。上洋出身の長次が有名な風教夜博を読んだのは8世紀中頃のことである。 ガランの創建は8世紀から9世紀にかけてのことであり、石頭紀泉によると伝えられる。前世紀の観山寺の面積は広大で、高官で、馬に乗って、山門を見ると言われるほどであった。当時、北方から訪れた旅行者の多くは、まず観山寺を参詣してから、蘇州の市街に入ったという。宋代の太平洋国書年には、 節土市の孫正右によって七層の仏塔が建てられた。下流年間には、不明全員と名を改め、1134年に、双方戦によって再建された。総以後は、仮覧の盛況を見た観山寺であったが、元松の1366年、長島ことと主元庄の間の戦闘により消失した。民発の1369年に、京帝により再建されたが、 その後火災によって、再び消失。正涯年間に王教商が再建し、火星年間に本尺が金を鋳造している。しかし、明の1618年に、再び火災にあって道具は改人に返した。新代にも1711年、1860年に消失している。1860年の消失は、太平天国の乱に伴うもので、 1876年に、観山寺を訪れた、外務卿、添島種ミは、風教夜白をもとに七子とゼックのパロディを作り、その巧みさは、真の交換を驚かせている。観山寺門前の、チャンス小文物保護単位標識比現在の、観山寺は、新末の1906年に、帝徳前が再建したものであり、それぞれの建物はいずれも、比較的新しいものである。 西の黄色い障壁が境内への入り口となっており、中央に太陽放電、周囲に主牢、金棒、羅漢道、広を排している。東側に寒充殿、東端には不明報道があり、東西にやや細長い境内配置となっている。日中戦争の戦火は免れており、九百四十年の日本映画、シナの夜の挿入歌、 蘇州野局でも、観山寺が登場する。中華人民共和国成立後、二度にわたって、大改修が行われた。1982年には、チャンス省人民政府により、チャンス省文物保護単位に布告された。1986年には新しい金が寄贈され、2005年には、重量108トンの大金が設けられた。ンン明作、特 現代伝、ガンアキラ作、観山習徳図習徳、現代観山と習徳は共に、思想、東大の脱俗的な人物で、両者とも、財政年代は不詳である。観山は、死豊たか県政法七十里の寒い岩ゆう靴に住んでいた、ため観山と呼ばれ、カバの皮を被って大きな器物を履いていたという。習徳は、 天台山国清寺の豊か星に拾い養われたので、習徳と称し、国清寺の行者となった。二人は七世代にわたる旧敵同士の家に生まれたが、豊か星は二人を悟りに導いたという。合間じわるようになった二人は、国清寺に出入りし、その食事係となって、修創の残した残飯や、野菜くずを拾いだけの筒に蓄えて、 食料とし古事記同然の生活をした。時には、地域の中で、規制、強制、罵声を発し,し、時に放火抗議にしたり、老下を悠々と万歩したりして、しばしば児相たちを困惑させた。そして児相が追いかけると手を打ち鳴らして、かか対象して、おもむろに立ち去ったという、非創非族の風景の都だったが、仏教の哲理には深く通じていた。中国語では、寒山習得を和合にせん。 または、和合二世と称する、両者とも思索を良くし、ことに関山は、関山修太と呼ばれる、多数の詩を残している。関山は、文殊菩薩、修徳は、普賢菩薩の再来と呼ばれることがあり、また、詩の豊か関禅寺を、釈迦如来に見立て、合わせて、三照あるいは、三院と呼ぶ、寒山越しを中心に三者の詩を集めたものに、三院詩集がある、相代以後、 彼らの生き方に憧れる前奏や文人によって、格好のが大とされてきた。中国の画家では、了解、捨て、ガン・キラ、元太らなどの作品が知られ、日本の画家では、カを、捨て、周文、民朝、霊、彩り、蘇我昭白、松谷、長沢足雪、海北遊松、仮の山雪、池絵画、富岡鉄斎などの作品が名高い。いずれも、 大衆史の旅休院の序から発送したもので、観山、修徳ともに、右発の人物として描かれている。観山修徳の古事は、森郷外の小説、観山修徳や坪内商用作の長唄の舞踊劇、観山修徳などでも知られている。また両漢は、観山修徳に対する賛という詩を読んでいる。 関山寺には修徳がその後日本に渡って教を説いたという伝承が残っている。人民中国日本語版ウェブページには日本には修徳寺という寺があるとも記されている。関山寺は中東の詩人で政治家でもあった長次の七子と絶句、風郷夜泊」によって広く知られている。この詩は都落ちした旅人が蘇州成功の風光にかけられた。 風況のあたりで戦中に泊まった際、旅収のために眠れぬまま寒山寺の鐘の音を聞いたという様子を歌ったものである。蘇州の水郷風景風鏡藩に建てられた蝶継の像ただし、今日では上記の解釈は以下の理由から疑問視されている。従って、この詩は本来蝶継が太鼓近くを流れる松江で船止まりした時に、 付近の山寺がつく鐘の音を聞いて作ったものであり、風鏡、関山寺とは無関係だったのを、後世の人が不快して、今日の解釈になったと考えられている。日本でよく読まれた漢詩の先週には、唐志戦と三大詩があったが、風鏡よる白はその両方に秀才される数少ない歌の一つであったことから、中国人はもとより、日本人にも古くから馴染み深い歌となっている。 この詩が広く、人々から愛好されるようになってから、歴代の詩人が次々に、観山寺を訪れて、続作を詩に読んでいる。宋の王陽をおさむが、句は秀逸であるが、夜中とは金を打つ時ではないと評したため、夜半金声をめぐって様々な議論が出た。しかし、その後、うくぐいや、白、虚きいの詩の中に、半夜章の語が見えるなど、 夜中に鐘が鳴ると営じた投資の例がたくさんあるとの反論が出た。東大には夜中に時刻を知らせる鐘を鳴らすことがあり、壮大にはそうした習慣は消えたようである。観山寺には秋夜に三絶と呼ばれた、蘇州の文人文、長名の筆になる、風郷夜白の詩を刻んだ石碑があり、明、新代の人々はその拓本を購買した。新末の1906年、 長い年月のため損耗してきたので学者湯が掘り直した。境内には湯の本国碑がある。その他、境内の至るところに湯碑があり、中でも、関山寺広には多くの拓本が並ぶ。文物としては、広と称する特別の部屋に置かれた歴代の石碑の価値が高く、文美民や湯、流海立らの石踏みがある。拓本は、 関山寺産景の土産として人気が高い。なお、時期外であるが、鉄林石のそばに風景史披露があり、これは主に現代の書家によるものである。風景に停泊する船風景は、現在も関山寺の北100メートルのところに架けられた石像の太鼓橋である。元風景と書いたが、長次の詩が有名になったので、風景に改められたといい。 自動車での通行は不可能である。今でも継承地として知られており、また風光と軽食い台運河とが交わる交通の要衝でもある。現在、周辺は風景風景名所区として整備が進んでいる。風景はまた、秋尾初期の蘇州出身の詩人で54血の一人でもある光景が彼の友人で、 蘇州の知事でもあった、議官に裏切られて、蘇州の城内で捕獲され、その後、後部六年に死を覚悟しての北行に際して、絶命死を読んだ地としても知られる。後継は、議官のために書いた文章が災いし、再疑心の強い大祖後部帝によって、この死を読んだ翌後部七年に、南京で養山の刑を受けた。39歳であった。 釈迦如来像太遊方殿の前提の様子、不明法等、観山寺五古とは、観山寺にまつわる五つの古いものという意味で、古寺、古橋古跡古鎮公運河を指している。障壁西の矢や,やオレンジがかった黄色い障壁が、境内への入り口となっている。門前には、チャン数小文物保護単位の標識碑がある。太遊方殿、ラカ堂境内中央には、本堂にあたる太遊方殿があり、 仏事はここで行われる。楠の木の一頭堀で金色に彩色されたおくるみ、阿南、菓唱の像があり、脇には18羅漢が並んでいる。羅漢堂の向かい側には金棒と広があり、数多くの金や古い紙匹が保管されている。太遊放殿の前提には航路が置かれており、常に三景客の線香が絶えない。なお、太遊放殿の外には、 当代に建てられたという、釈迦説法図の石碑がある、首牢体遊方殿の南東側には、屋根の大きく反り返った2階建ての首牢があり、観光客はそこで金をつくことができる。首牢の前には、長金石と刻された自然石が置かれており、記念写真の撮影スポットとなっている、環充殿境内東側にあり、 金色に彩色された観山と修徳の像が安置されている不明法島系大東端、採用に所在する不明法島は1995年12月に建てられた高さ52メートルの木造の塔で塔の朗格市江村橋は関山寺南門付近に架かる橋で多くの参詣客にとっては賛同にあたるこの橋と上日の風景を合わせ興奮 古橋と呼んでいる。共に、歴史は東大に遡るが、玄根の橋はいずれも、真の同知年間に収蔵されたものである。鉄林関は、風強藩に築かれた石で、創建は、明の家政年間である。蘇州には他にも強固な石があったとされるが、今日ではいずれも失われ、現存するのは、鉄林関のみである。 京喰大運河の風景風景をこちんとは、風景大外から、寒山寺郎の二条の通りに面した古い街並みのことである。今日では観光地として整備され、かえって古い街並みは失われている。詳細は、大運河を三省北京市通州区から、石膏省甲州市までの約1800キロメートルを流れる運河であり、春秋戦国時代に豪房が建設に着手し、 隋の陽台が本格的な工事を進めて610人に完成した。かつては政治の中心地河北と経済の先進地江南、さらに軍事の拠点群とを結ぶ中国物流の大動脈であった。蘇州からは南へ江州、西は陽州を経て洛陽へと通じている。長次の死に読まれた関山寺の鐘は、東大に鋳造されたものと考えられるが、失われて久しかった。 秋代の火星年間に、本尺禅寺によって二代目の金が鋳造され、手狼も建てられたが、この金も16世紀末曜から17世紀前半にかけて失われてしまった。従前より、観山寺では二つの金が用いられていた。共に最後に、観山寺が再建された約100年前の新朝末期のものである。 一つは1906年に中国で製造された大きい金であり、もう一つは同じ頃に日本で鋳造されたものである。初代内閣総理大臣、伊藤博文による以下のような名文が愛されている。衆とめそかんざんじ、れっき光年、久さし、当時小生、空王朝継し中で耳、かつて記事書転入我が国、今室所在。 山田観山創作人力、しかも水不能読演の小真中一章ひとしのぼり剣の。決して大きなものではないが、音色は成長であると同時に、荘厳さがあり、余韻が素晴らしいと言われていた。観山寺の首郎と、長金石、奥の高い建物は、宝刀原型となった、東朝時代の金は、古い時期に、 日本に持ち去られたと信じている人がおり、これについては中国人や韓国人の間で論争となったことがある。実際、明治末年の当時から金は和光が盗んで日本に持ち帰ったという話が現地に残り、それに当惑した日本人も多かったようで、山田観山という僧は日本各地を訪ねて金を探したが見つからず、伊藤博文もまた、 これを聞いて心配して部下に探させたが、やはり見つからなかったので、1905年、山田と伊藤が、発起人となり、寄付を集めて、盆昇を鋳造することにしたものである。完成した金は、東風の銅章で、1914年に、関山寺に寄贈された。この金は、現在、太遊放電の右側にある、首楼にかけられている真の高所32年の大金は、 当時のチャンス準チン氏が、関山寺を修復した時に鋳造されたものであり、鐘の高さは1.3メートル、合計1.24メートル、重さ約2トンのものである。この鐘をつくと42秒間も響き続けるという、これが3代目の鐘とされる。4代目とされる鐘は、1986年に民法鍋賞という工房で製作された鐘で、 高さ2.25メートル、外周1.5メートル、重量2.5トン。盆晶作りの名工と呼ばれた、利吉人が、北京に所在する大金寺の資料によって、当代の金を再現したものであった。2005年に、関山寺によって注文された五代目にあたる金は、武漢の工房で製造されて、近年完成し、 観山寺に移送された。古観山寺と対象され、ホッケ業界されており、特設されたあずま屋の中に安置されている。銅の純度が高く、重さ108トンに及び、高さ8.5メートル、最大径5.2メートルの大型のものである。観山寺大遊放電前の航路観山寺では、毎年大晦日には、除夜の鐘が鳴らされることになっており、 その鐘の音を聞くと10歳若返ると言われており、今日では誰が月種の一番手となるかを整理にかける行事が恒例となっている。除夜の鐘を聞きながら新年を迎える行事は、1979年には池田市日中友好協会名誉会長、蘇州市名誉市民でもある小藤尾明氏が発起人となって、関山寺新年長唱生,生活動として始まった。以後、 12月31日には日本ばかりでなく、韓国をはじめとする各国の観光客や中国人も大勢参加するようになった。月落ち雨層満点、高風夜白天生前、陛下破却館山寺、副無償生、至る客船。作詞は、西条八十。作曲は、ハットリ良一。歌は、映画では、リコーラン。レコードでは、霧島昇と、渡辺浜子であった。 現代の石膏省大衆市天台圏、大衆にある寺で、天台衆総本山。日本の天台衆の快祖となった最長が訪れて、修学に励んだ、二十四節気の一つに草稿がある。中国の伝統的な季節感の一つに、冬が近づくにつれ、天空高くあった、霜の木が降りてきて地上に接近して、草稿を迎えるという考えがあった。春秋時代の呉のこと。 今の蘇州。郊外の州とめいける山にちなむ地名である郷光、豪王孔領その子房が山上に露台を持つ宮殿を築いて、太古の眺めを楽しんだと言われる。植木2002、PP111 から115、南京総統府、敵風京夜白日、人民王。2020年4月23日閲覧、一人の韓国人留学生が、 伊藤博文明のある鐘を鬼五将と呼んだことがきっかけとなった。一家国留学生的独中国では大晦日に除夜の鐘を突く習慣はなく、時刻を知らせるために疲かれるのが通常であった。ありがとうございます。